おい、おい、あんたバカじゃないのか。なんだよ、うっせえの。うっせえのはあんただっつの。鈴、奇襲だってのになんで鈴鳴らしてるんだよ。こんまけえやつだな。ふざけるな。まったく、なんで俺がこんなバカだ。って、はい、やめんか二人とも。合皮の雪辱を果たすのだぞ。くだらんことでいがみ合ってる場合か。おっさん、誰がおっさんだバカ者。いや、龍門さん声でかいです。そうそう、敵襲、敵襲だ。こりゃバレた。えい、ここまで近づけば十分よ。二人とも行くぞ。よっしゃ、暴れるぜ。あら、もうなんでこうなるんだよ。目指すは敵陣中央の羽橋。これを下ろし孫悟の軍の進路を開く。まずは眼前の砦を突破せればな。艦内両党、行くぞ。分かったぜおっさん。鈴の艦内暴れるぜ。よし、このまま羽橋へ急ぐぞ。だけがまた行こう。かんねえ。何の真似だ。俺一人で十分だっつうの。そうだけど、ダチをほっとくなんざできねえんだ。ダチ、ノーダチだ。同じ軍で戦う奴らはノダチだ。大変すぎるんだよ。それも悪くないか。さあ、始まったから仕事を両方どうしますか。こんな夜更けに敵だと。ガッキの接着、ここで果たさせてもらう。覚悟せよ、勝利を。烈白の闘志、ここは一度引かせていただく。よし、これで障害はなくなった。今のうちに羽橋を下ろすぞ。よし、これで味方の軍が動ける。我々は引き続き敵陣を蹂躙するぞ。やられっぱなしじゃ面白くないからね。悔しい思いをあんたにも味わってもらうよ。両方たちがやってくれたようだな。天狗、神宮監視、敵を殲滅せよ。気合い入ってるじゃねえか両党。なんだ、さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。レイクとしますか。試してもらおうか。
混乱している。今のうちに全ての砦を落とすのだ。だって逃げ帰った孫悟が腹いせの野心だ。早い道にしてくれるわ。食らいてやる。運命を叩いてくださいましたか。三越の介入は回避できましたな。しっかりと。そういうことになるぞ。なんだよ。どうしますか。すべて俺を笑いに行ったのね。You're
ち取ったよ。気合入ってるじゃねえか、リョウト。これで奴らもしばらくは主勢となるであろう。合皮の雪辱は果たし、劉備との連携の上でも面目は保てた。ま、上々ってとこですかね。うん、お前たちよくやってくれた。へん、まだ暴れ足りねえぜ。おっさん、このままもう一度ガッピまで攻め込もうぜ。やれやれ、まったく、なんで勢いだけで物が言えるのかね。ここはこれで十分ってわけ。それに勝利の杯を交わすくらいの余裕は持つべきだっつうの。へん、ま、悪かねえな。よし、俺が殿に頼んでいい酒をいただいてこよう。その代わり俺も混ぜてもらうぞ。へへ。よっしゃ、じゃ帰るとすっか。